はい、おはようございます。今日はね、今年初めて NSX で、移動してます。去年からね、エンジンかけてなかったのでバッテリーいけるかなとかちょっと不安はあったんですけど、エンジンも一発でブンってかかって結構ちょっといってます。それで今日はね、ガレージから飛び出してね、何をするかといったらね、実は法務局の方に行ってるんです。登記とかちょっと名義変更に、行こうと思って、行ってるんですけど、今まではね、司法書士の先生にお願いして、やってたんですけどね、ガレージライフと同じでね、書類、皆さんができることは自分でもできるだろうと甘く考えて、今日は NSX のドライブ兼ねて、本部の方に行ってます。そんな感じで、最近ね、一つね、もうすっごいまた残念なことを見つけちゃったんですけど、私の CB400 はあれがね、写真をね、勝手にね、使われてるんです。それもあたかも自分のバイクみたいにね、使って SNS とか載せてる方がおられるんですよ。もうちょっとね、もうそれだけは勘弁してもらいたいなと。それで、連絡を取ろうとしたんですけどね、一個も返事も返ってこないし、もうお願いがあります。皆さん、写真を使うときはね、一報ください。そして使っていいですかとか、言っていただいたらね、こんなに使うよとか言っていただいたら、お貸しできる場合も、譲り、できる場合もあるんですけど、今回はね、この CB あたかも自分のバイクのように乗ってたのでね、これはちょっとご勘弁くださいというような形でございます。そんな感じでね、今中が走ってるんですけども、ちょっとしたらね、アナの本局の方に作ってね、ちょっとチャレンジをしたいと思います。でその後はね、私の好きな中川の方でね、ちょっと休憩しながら、NSX とか撮影しながらやっていきたいと思います。今日は NSX の動画になります。どうぞ最後までお付き合いよろしくです。到着しました。今からね、ちょっと法務局行って、できるかどうか分かりませんが、ちょっと頑張っていきたいと思います。おっ、はい、帰ってまいりました。無事 OK でした。とりあえず今からね、私の好きな中川の方に移っていきたいと思います。
はい、それで帰ってまいりました。もっとね、中川でのんびりしたところをね撮影したかったんですけど、ちょうど仕事のラインが入ってきて、それでちょっとやり取りとか仕事をずっと何ぼ1時間ぐらいしてたのかな、中川で。そうしたらもうなんかそのまま仕事に行かなくっちゃと思って帰ってきちゃいました。まあそんな感じで今日はまあNSX の走行動画、車載カメラになりましたけど、まあ、ゆるい動画ですけどね、これでちょっとリフレッシュもできたんでね、それでまたゼファ、ゼファーのね、これからキャブをまたバラして、頑張っていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、今日の動画は NSX の動画になりました。最後までご視聴ありがとうございます。まあ、このような動画ですけどね、また、これからはちょっと整備とか磨きとかね、ガンガンやっていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録。お願いいたします。それとまた、いいね、高評価もお願いします。そんなわけで、また、明日の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいでございます。今日どうもありがとうございました。今日はこれまで、おーす。ではまた明日、さようなら。